はいみなさんこんにちはバイトサイズジャパニーズのレイラです。みなさんは日本人の会話を聞いていてなんかなんかさなんかなんかこのなんかを聞いたことありますかみなさんは会話でなんかを使ったりしますかどうかなえー、やっぱね若い人はよく このなんかを会話で使いますで私もねめっちゃ使ってしまいます。で使おうって思ってなくても,もう使わないようにしようって思っても自然に使ってしまうんですね。うん、だからね特にカジュアルな会話を話したい人はこのなんかの、まあ、意味とかね使い方を知っておくといいと思います。 まあだけどまあ実はこのなんかってあんまり意味はないんですね。で意味はないし、まあ、特にビジネスのシーンとかでは使わない方がいいです。友達と話す時はね多分使った方がまあ使わなくてもいいけど使,使ってもいいと思います。はい。で、まあ、このなんかね例えばなんかさ今日暑くない なんかお腹すいたみたいに使うんですがまずこの「なんかは」は本当ね使わなくていい意味はないんだけどこのなんかを言うと、まあ、ちょっとなんか今使ったねちょっとなんかあんまりはっきりしない時100%じゃない時の気持ちが表れていると思います。例えば なんか今日暑くないは100%めっちゃ暑いんじゃなくってなんかまた暑かったねやば <laughs> その人のお思いを聞きたい時とかなんか自分がすごくなんかダイレクトまあ、直接はっきりしたくない時とかに使うことが多いかななんか私なんかあの人のこと好きとか なんかあの服ちょっと気になるなとかこのなんかねまた私また使ったねちょっとめっちゃはっきりしたくない時に使うことが多いですで、あとは話を始める時とか友達になんかお腹すいたなんかレストラン行かへんまあ、レストラン行こうとかなんか今日暑くない なんかささっきのミーティングちょっとおかしかったよなとかなんかさあの人ちょっと変じゃないなんかさ今日の仕事大変じゃないとかなんかまた使ったそんな感じなんかそんな感じでちょっとあんまりはっきりしたくない時ねによく使います。であとはやっぱり次に言いたいことを考えている時。 なんかあ昨日の仕事はなんかうんあんまり面白くなかったみたいに次に何を言うか考えてる時にもなんかって言いますね、うん、だから本当ねあんまり意味はないですないけどよく使っちゃいますねもう癖癖ですね、like habit. ですまあ、だけど 今みたいなこのカジュアルな何なかの使い方とあともう一つあの文法でね皆さんが勉強する何かの使い方があります。その何かは名詞の後に使う例えば「私なんかテストで20点を取ったことがあります」とかねでこの何かは他に比べて低く 下げて言いたいた例えば友達と話してる時にね友達がテストで50点を取って落ち込んでるでそれを見て「いや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 全然心配しないでだって私なんか前のテストで10点だったからうん心配しなくていいよ」みたいに自分を低く言いたい時とかあとは「もうお前なんかと 話したくない、これもお前まあお前のことを低く言ってますねお前なんか最低やお前なんか最低だお前なんかと話したくないとかお前なんかもう帰れよ帰れよとかまあここ口が悪いねこんな言い方したらダメだけどそうちょっとね相手とかその名詞のところを低く 下げて言いたいときに使いますねあとは例えば例、レイ、まあ、レイエグザンポを言いたいとき例えばなんか買い物してます友達にプレゼントを買,買うために買い物に行って選んでるときねああなんかさきちゃんにあげるのなんか花なんかどうかなみたいに花はどうかな、うん、花はそのプレゼントの レイ例えですよね「花なんかどうかな?」いいいやなななんんかかかかでももネックレスとか指輪なんかもいいかなみたいに「れい」を言いたい時に使う。でこの時は「なんか」じゃなくても「とか」でもいいです。例えば「あ指輪とかいいなあ」「ネックレスとかもいいかも」「花とかも結構良さそう」みたいに「レイをいろいろ あげる例を言いたいいたにも使いますまあなんかの使い方はこんな感じかなまあ結構使うのでね、えー、皆さんもよかったらこれから会話でね、えー、ちょっと使ってみてください。まあでもなんか使わなくてもね全然日本語はしゃべれますねうんあんまり心配しないではいまあ今日も何か新しいことが勉強できましたかどうかな まあでもね、ポッドキャスト聞いてくれて本当に嬉しいです。いつもありがとうございますで。もしね、私のポッドキャストサポートしたかったら、パトレオンのメンバーシップやっているので、よかったらチェックしてみてください。お願いします。じゃあ、今日もお疲れ様でした。皆さん、良い一日を。バイバイ。